雨半ですけれどもありまして、サチモスツアーミントコンディションということで、はい、10月16日の大阪からスタートですが、東京は10月28日と29日、これは恵比寿リキッドルームになっております、はい、チケットの方が8月20日の一般発売ということなので、皆様ね、ちょっとだけ先ですけどチェックしておいてくださいね、はい、お願いします。どうですかこっちは。もちろんね、はい、ワンマンツアー。そうですね、もうとにかくちょっと前に終わったフジロックだったり、まあ、8月もまだ3、4本、うん、で9月も2本ぐらいフェスがあるんで、うん、そこを経てちょっとこう、もういろんなところにある道場破りに行ったので、今年は、はい、なんかそれを経て一皮どころか、もう 何枚か、あんまり向くとなくなっちゃうみたいなそうじゃない、そうちょっとこうギュッと詰まった一番いいとこだぞみたいな感じになってると思うので、そういうステージをできたらなと思います、うん、メンバーではね、はい、なんかよくおしゃべりするってお話ありましたけども、はい、どういうことを普段なんて、あ、男子6人って何話してるのかなって、結構本当にすっごい真面目にこう音楽の話する時もあれば、はい、あれ食べたみたいな、コンビニで売ってるなんか甘い生いらんかもちもちのやつ食べたみたいなまだ食ってないみたいな子供食べてるまだ子供食べてる、男子っぽいですね。そういう話をずっとしてます、いいです ね, ね。でもフェスこういっぱい出ると、はい、そのやっぱり他のバンドいっぱい見る聞くチャンス増えて、ね、はい、刺激になりますよね。そうですね、やっぱこう5月に出させてもらったフェスでくるりのライブ始めたりとかしたんですけど、なんかすんげえインプロやるんだこのバンドと思って、なんかそういうのにすごい感心して、なんかやっぱりいいですよね、フェスでたまたまこうたまたま見たことなかったっていう音楽を聞いて、まあ、フジロックなんかまさにって感じですけど、もう名前も音も知らない人たちのなんか音楽にいきなりブラブラ歩いてたら出くわしちゃうような感じが、その出会いがありますね、その醍醐味なのかなと思います。でもそうやってね、はい、吸収し、はい、自分たちのオリジナルを作り、うん、そして大きいステージへ、はい、スタジアムへ、はい、ということですね。いや今日どうも本当ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれではお別れにもう一曲、サード EP ミントコンディションからお届けしたいと思いますが、どちらの曲にしましょうか。ですね、じゃあちょうどお昼ぐらいなので、はい、バンドで曲作ってるというか、カリフォルニアの海沿い行ったことないんですけど、カリフォルニアの海沿いをドライブしてるみたいな曲作ろうみたいなことを話し合ってできた曲なんですけど。わかりました。じゃあカリフォルニアにいたことがある、はい、カリフォルニアさんに後で判断して、はい、ジャッジを。ぴったりなのかどうなのか。はい、では曲の紹介お願いします。はい、じゃあ聞いてください。サチモスでジェットコースト。JWAVE
験部